さてレコード部屋今日は1980年の曲からですね、はい、まずは洋楽マイケル・ジャクソンで「Rock with You」<ー>マイコーですよマイコーね、うん、あのー「オフザオールが出た頃はあれが、えー、ジャクソン5の子だとは知らなかったですねあ<ー>ですからマイケル・ジャクソンとジャクソン5は別物だと思ってましたね、うん、子供の時はね可愛い,い歌声、はい、ね そそしてそのジャ,クソン5ジャクソンファミリー、ね、ザ・ジャクソンズの中からお兄ちゃんとかいろいろデビューはしているんですけどソロで、はい、その中でやっぱりマイケル・ジャクソンが、うん、圧倒的に大ヒットを遂げたという感じでございましてね<ー>当時このマイケル・ジャクソン君です、ね、鈴木ラブというですねスクーターの CM に出てまして「ラブ<ー>・イズ<で>・マイ・メッセージ」って、ね、CM で言ってたんですよ。<laughs> ラブイスマイメッセージそこで愛が僕のメッセージって言うんだってこうね訳して英語の勉強した覚えありますけれども <あー S 1> はいその時初めて意識したかもしれませんねこのマイケル・ジャクソンをあのジャクソン5の ABC とかベンのテーマとは別物としてねそしてそのラブの CM の後ろに流れていたのがアルバムオフ・ザ・ォールドの中の「ドンストップドンストップ」っていうゲデンアッ up, get up あの曲ででございましてね、はい、えーであの CM 以降マイケル・ジャクソン「オフ・ザ・ウォール」がメガヒットしてその後スリラー」がさらにメガ,メガメガメガヒットして、はい、大大大スターになっていきます。うん ですからそれ以降 CM に出るなんていうのはのの大話題になったペプシの CM まではもう一切ありませんでしたね話題になったんですよ,ですよあの撮影中に髪の毛が燃えちゃってね<え>マイケル・ジャクソンが大変だっていう大騒ぎになったことがあってコカ・コーラが大前提の時にペプシコーラがもう一大キャンペーンを打ってマイケル・ジャクソンを起用した時があるんですよ、はい、それでペプシの売り上げが一気にガーッとこう伸びたりもしたんですけども<え>その CM までで メッセージの CM 以来は出てないっていうだから鈴木の社長がいかに先見の目があったかっていうことなんですよね,すねはい、はい、それ以降はギャラが10倍100倍に跳ね上がりますので<や>もうマイケル・ジャクソンを CM で使いたくても,もう使えない状況だから CM の契約は結構曲が出るちょっと前ぐらいですから、うん 大ヒットする前のオフザウォールドの頃のマイケルジャクソンのスタッフの人たちと契約して、はい、普通のまあギャラで起用したんでしょうね YouTube におそらくあると思いますねこの CM、はい、Love is my message Love is my message <laughs> これぜひね 見ていただきたいなと思いますけれども今日はですねそのアルバムの中からビルボード年間チャート4位になったですね名曲この曲ちなみにミュージシャン的なちょっとマニアックな情報を言いますと冒頭のドラムフィルってあるじゃないですかドラムのおかずって僕ら言うんですけど例えばトクトントクトントクトン最初にトクトントクトンとやったりするのをドラムフィルって ドラムのおかずっていうんですけども、えーえー、この「Rock with You」が始まるオープニングのこのドラムで始まるんですがこれは、えー、ドラムの歴史上歴史に残るイントロだと言われている、ねえー、素晴らしいフレーズなんですねこのフレーズははい、はい、ジョン・ロビンソンっていう人なんですけどもね、えー、マイケル・ジャクソンで「Rock with You」お送りした曲は「マイケル・ジャクソンで Rock with You」でした。 うこれだけで持ってっちゃうもんね,ねーボーカリストってそういうことですよねあとやっぱイントロもかっこよかったです、うん、でしょはい。何難しいことやってないんですよドゥンタタタトンタタタタトンちくぜんさんが口でできちゃう思いついたっていうことがやっぱりねすごいんですよねだからアートっていうのはそういうことなんですよねえー、やれるかやれないかじゃなくて思いつくかどうかっていうのがアートの最大の基本ですよねはい えさあ続いて80年に日本で流行った曲ねこの頃とっていうとやっぱりこの曲有名ですねオリコン年間チャート3位ですよ「クリスタルキング」で「大都会」これの歌が始まる前のドラムフィルおかずこれも日本のポップス史上歴史に残るあのフレーズですよ「ンン」「あーあ!」っていくでしょ <laughs> あれ,はあれは歴史に残るドラムフィルと言うんですね今日は偶然歴史に残るドラムフィルも2つつながりましたけども今何が始ままっったたのかと思っちゃいました、ね、福岡のバンドなんですけどね、はい、このバンドね対照的な声の2人が印象的でございましたけどもねもともとこのバンドはねプログレロックバンドだったんですよ。あそうなんですかプログレロックバンドっていうと、ええ、クラシックやジャズを非常に幾何学的に組み立てたりとか。 通常の3分4分で演奏されるポップスやロックの概念をすべて壊してえもうひたすら自由にえジャズのインプロビゼーションやあとは逆にクラシックの組曲やえいわゆる交響楽的な要素までも全部取り入れて十何分えものによっては LP の片面1曲とかねそれぐらいもう自由に自由にやったらまあプログレっていうぐらいですから。 プログレッシブですから前衛的なロックというそういう言葉ですねそのバンドだったんですよクリスタルキングって <はい S 1> ですからクリスタルキングのキングはキングクリムゾンから取ってるんですあそうなんですねえそんな彼らがあのこの曲を作ってこれ見事の世界歌謡祭でも,も1位になるわけなんですけれどもね <へー S 1> はいちなみにアルバムも非常にかっこよくて。はい ファンキーかと思ったらプログレっぽかったりとかね当時のこういう新しい音楽ニューミュージック系の中でも限りなくそうですね洋楽の要素をセンスよく取り入れていたバンドだったんですが何しろこの曲の印象が強すぎて、うん、えですからもうこの曲一発みたいな感じで言われてますが実力派のグループだったっていうことだけは覚えてほしいなと思います、はい、えーボーカルの田中さんね30年近く前に事故をやられてね、ええ 喉になんかボールかなんかがあったってあの高い声が出なくなっちゃったんですけれどもね<ー>、うん、非常に残念なんですけれども「も、え、ザ、ー・ベスト s t 1 0という番組ではもう毎週のように出てこれを歌ってましたね<ー>ですからこの髪型アフロヘア <laughs> これはやっぱりプログレバンドをやっていたロックバンドをやっていたっていうこの名残でございますね結構ジャケットが印象的ですね、うん、これはヤマハのポップコーンに出た時の写真そのままじゃないですかね。<ー>はい そして、えー、このクリスタルキングの大都会でございますけれども僕はあの高校のね文化祭でね歌わされたんですよねで、僕がなんとあーの方だったんですよ <laughs> でも <laughs>、はい、でも所詮高校生ですから、ええ、歌なんかどうでもいいんですよねみんなねバンドで演奏したいがために曲を選ぶわけですよ、はい、そうすると先輩が勝手に決めるわけですこの曲やりたいってって、ええ お,いでお前高いとこ出るだろうって思って出ないのに <laughs> それでもう一人のね須藤賢治っていうやつがね「<laughs> 裏切りの」っていうのやってね <laughs> おいで「あーあー」のもう一発目でね<え>、えー、大滑りしたの覚えてますもんねえ何で滑っちゃったんですか <laughs> 出ないからは<ー> <laughs> でもでもバンド演奏できてもう嬉しいわけですよ、はい、所詮先輩たちも高校3年生ですから、はい <laughs> それでやった覚えが僕にとっては非常に屈辱的な文化祭だったのを覚えておりますけれどもそんな思い出とともにまた歌が始まる直前の歴史に残るさっきのマイケル・ジャクソンじゃないですけどドラムフィルぜひ味わっていただきたいと思います。クリスタルキングで大都会お送りした曲は「クリスタルキングで大都会」でした。 まあ、イントロ長いですね30秒近いですけど昔はまあ普通でしたけどもね、うんえー、今だと非常に長く感じますねでもワクワクしますねね、うん、やっぱりちょっとクラシックな感じ漂ってるでしょ、はい、イントロにプログレバンドのね、うん、ちょっとベートーベンの月光にも通じるようなねあのアルページような雰囲気とかね、えー、ということでございまして「えー、クリスタルキング大都会」聴いていただきましたやっぱりいい曲ですね、はい、さてここからはですね僕がセレクトした最新ナンバーをお送りしてみようかなというふうに思いますが。 今日は最新っていうよりはちょっと前4年前の曲、はい、今日はあのマイケル・ジャクソンマイコーの「ロック・ウィッド・ユー」が流れましたのでマイコーの DNA っていうのはもう世界中にいっぱい飛びまくってるわけですけれども、はい、この人もマイコーをもしかしたら活躍してる時はまだ生まれてないかもしれないそれぐらい親の影響で聞いたぐらいの世代ですよ、はい、インド系移民の出身のカナダ人 見た目は老けてますけども非常に若々しい「うん、t h e w e e k n d、うんね、グラミー賞でも,もう最近はもう本当に常連ですけどもね、はい、R&B のアーティストですけども非常にポップなメロディー。 今から4年前にあの当時グラミー賞を受賞したばっかりのフランスのダフトパンクともコラボレーションをしてですね、はい、非常に話題になった人たちなんですけども今日はまさにそのダフトパンクと共演した曲をお送りしてみようかなと思うんですが、はい、この曲ではあの女優の水原希子さんが何気にウィークエンドと一緒に踊ってるんですよ。僕気づかなかったんですけどもそれを知った時に見たら確かにね水原希子さんでした。は,<ぁ>はい ダンスしてますんでねぜひ見てほしいなというふうに思いますけども、はい、まあこの曲は本当にマイケルジャクソンです<ー>ウィークエンドの歌い方がもう完全にマイケル・ジャクソンです。確かにはい えー、僕この曲もこの出た年にね一番聴いた曲かもしれませんね、うん、いい曲だなと思いますそしてイントロから曲が始まって歌に入るまでの間の音が少しずつ安っぽいチープな音からいい音に変化していく。 これがダフトパンクのクラブシーンの技の典型的なスタイルなんですけどね、はい、これフィルターをかけていくって言うんですけども<ー>皆さん覚えましょう、はい、フィルターをかけていくとこの安っぽいレコードみたいな安っぽいチープなそのシートみたいな音からいい音にこう変化していくっていう<ー>それがかっこいいっていうね「TheWeekend」で「i f e e l i t COMIN」<laughs> お送りした曲は「TheWeekend」で「IFEELT COMIN」でしたどうでしたフィルターかかってたでしょう <laughs>

レコード部屋そろそろお別れの時間となりましたエンディングは「あ佐藤筑前ロックネ・ジャズ・オーケストラ」4月22日に発売されますあさてですよ<え>ライブ CD えビッグバンドとやったライブ CD の中からこれはピーボ・ブライスのですねカバー曲なんですけども「can you stop the rain」聴いていただいておりますけれども

どうですか今日のドラムフィールの話といい<う>フィルターの話といい、ね、俺ミュージシャンでしょけいこちゃんいやもうめちゃめちゃミュージシャンですよでしょ、はい、ただの昭和好きのおっさんじゃないでしょ <laughs> はい勉強になります <laughs> ということで来週の月曜夜六6時にまたお会いいたしましょうお相手はシングライクトーキングの佐藤筑然とレコード係の小川恵子でした